ザ27スストリートキャンパスザマービンフェルドマンセンター、ネイグラーホールドオミトリーザデビット・ドゥビンスキー、スチューデントセンター、ニューヨーク州立ファッション工科大学とは、1944年に設立されたアート、デザイン、テクノロジーの分野の学科を要するニューヨーク州立大学の一行である、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシマンハッタン区にある短歌大学である、 大学の通称は FIT である。大学には44の専攻があり、短大、大学、大学院がある。FIT は1957年に正式に認可され、27丁目の七番街にキャンパスを構え、1977年までには6つの校舎を増築しつつ、現在へ至る。2017年には7500人、パートタイムの学生1700人を数える。 メンズウェア学科やコスメティックフレグランスマーケティング学科などを用し、ファッションマーチャンダイズマネージメント、ビジュアルプレゼンテーションエキシビション、トイデザイン学科を用する。大学はセメスター制になっており、州立大学の学費規定により、学費はニューヨーク州内に居住者は5483ドル、州外の居住者は14863ドルとなっている。 US ニュースワールドレポートで全米での大学ランクはランク外である。卒業生の年収は中間で47,500ドルである。マンハッタンの7番街と8番街に面し、27番通りに所在する。大学内の9つの建物には、教室、テレビラジオ局、実験室、デザイン作業、ラボ、エキシビションを行うギャラリーを包括する教育設備を備える。 また、校内にあるジョン・ E ・リーブス・グレートホールは、ファッションショーや会議、講義、その他様々なイベントなどに使われている。また、ザ・ハフト・オーディトリアムとザ・ケイティ・マーフィーアンファ・シアターという二つの大規模なシアターを備えている。四つある学生寮のうち三つは、キャンパス内にあり、約2300人の生徒が住んでいる。西31ストリートにある寮の建物は、 かつて製本工場として使われており、ロフトスタイルのインテリアである。キャンパス内には、レストラン、スターバックス、ショップなどもあり、生徒専用のパティオもある。ザ・フレット・ P ・パーマーンツ・アートデザインセンターでは、デザインラボの設備が整っており、写真ラボ、白黒暗室、ペインティングルーム、彫刻スタジオ、印刷スタジオ、グラフィックラボ、ディスプレイエキジビットスタジオ、ライフ。 スケッチングルーム、模型制作ラボなどがある。ザ・シャーリー・グッドマンリソース、センターハウスズ FIT ミュージアムと図書館、メディアサービスでは、歴史学、社会学、テクノロジー、アート、デザイン、文学、国際学術史、雑誌類などの書籍が豊富に扱われ、著名なデザイナー、メーカー、製造業者たちから寄付されたスケッチや、工程記録など貴重な製造過程のファイルや、 映像記録なども所蔵する。また、多数のコンピューターラボも完備し、メディアサービス学科では独自のテレビ局がある。生徒たちの作品はキャンパス中に展示されている。ファッション科の卒業プロジェクトのファッションショーは、毎年行われている。デザイン、照明実験室では、インテリアデザイン科や、他の専門分野のために400種類以上の、商業用の照明機材が完備され、すべてが、コンピュータで、 制御されている。ザ・アンネッテグリーン。フレグランスフレグランス実験室では、香水の開発のための研究施設が備わっている。ファッションに限らず、様々な分野にも活躍する卒業生を数多く輩出している。FIT 美術館は、服飾、テキスタイル、アクセサリーを所蔵する。ありがとうございます。